バックを中に入れてプレッシャーをかけます。シュート、ホワイトがしっかり落ち着いてセーブします。佐藤から18番古橋、シュート、シュート、ホワイトがしっかりセーブします。バックを引いたのはフリーブレーズ、シュート、ゴール、先制したのはフリーブレーズ、決めたのは10番、京谷道博。フリーブレーズでパックを奪いました。45番、橋本、シュート、ノーマークでしたが封じにしっかりセーブされます。バックを取ったのはアイスバックス、81番鈴木からシュート、アイスバックス同点に追いつきました。22番田中へパックが取りました、シュート、ここもノーマークのチャンスでしたが封じがしっかりセーブします。22番田中陽がパックをキープします。ゴール、フリーブレーズ逆転に成功しました。18番古橋から40番佐々木、シュート、ホワイトがしっかり落ち着いております。アイスバックス81番鈴木、シュート、ここもしっかり伊藤がキャッチングします。バックを取ったのはアイスバックス、一応ゴーラーを使いシュート、ゴール、アイスバックス同点に追いつきました。決めたのは18番古橋まくる、91番人里、シュート、シュート、バックスにパックを奪いました、シュート、ここは伊藤がしっかり落ち着いております。矢野がパックをキープします。9番佐藤、シュート、もう伊藤がしっかりセーブします。シュート、アイスバックス逆転に成功しました。このパスは取りません。シュート、ここから20番早田、早田がパックをキープします。シュート、ここはアイスバックスにパックを奪われました。14番磯貝、ノーマークのピンチでしたがフリーブレーズ、11番猪狩がパックをキープします。シュート、ここは封じがしっかりキャッチします。シュート、ここは鈴木選手のナイスブロック、ここで試合が終了しました。